さあ続いては情報ナビのコーナーです。えー、パートワンはお出かけ情報です、えー。ご案内いただきますのは大田市役所産業観光課の竹内弘人さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、パートワンお出かけ情報ということでご紹介いただくんですけども、えー、竹内にご紹介いただくのが大田芝桜祭りということでございまして、えー、これもうかなりね定着してきて恒例になってまいりましたが、あの今年はいつから始まるんでしょうか。 はい、4月の8日水曜日から5月6日水曜日までとなっておりますあのおよそ1か月間という、ね、期間になりますけれどもあの今年で、えー、何回目になるんでしょう、はい、今年で8回目になります、はいね、もう毎年恒例になってまいりましてあの今年8回目でこう新たにです、ねえー、やっていく、まあ、新規にやっていくというかね、はいえー、ものですけども芝桜がこれ増えるんですかそうですね えー、昨年までは西エリア、はい、公園の西エリアは芝、はい、桜一面だったんですけれども、えーで、東エリアが、はい、ネモフィラが一面に咲いてました、はいえー、それが東側について改良工事をしまして、芝、はいえー、桜の面積を増やしました、はいはい、あそういうことなんですね、えー、これあの、西エリアで言いますと、およそこう、まあ、2ヘクタール以上なんですけれども。はい およそこれ面積で言うとなどれぐらいなんですか？面積に二点四ヘクタールありますね。はい。まあそれの三分の一ぐらいが芝桜になるということで、うでね、まあ全体の芝桜の割合が今年はまあ増えるというのが大きな特徴なんですよね。ねはい、えー。まあ芝桜もそれから根元も非常にね綺麗ですので、えー、ぜひ見ていただければと思いますけれども、あのー。 今年もそうなんですけれども、広場の方にですね鯉のぼりが泳ぐんですよね。いはい、これはのどんなきっかけで始まってということになるんでしょうかはい、はいえー、昨年から鯉のぼりを始めたんですけれども、はい、昨年は太田市合併10周年を記念して、はいえー、市民の方から、はいえー、寄付をしていただいて、はいえー、泳,泳がせることになりました。はい、で,えで昨年 えー、泳がせられなかった鯉のぼりがまだ多数ありますので、はいえー、それを今年も継続してやろうということなんで,す、ね、うですね。これあの何か竹を用意して、はいえー、そこにね、えー、鯉のぼりを形容するということで。だ、はいたいどれぐらいのあの数になるんですかね。はい、はい、全部で百匹ほどは、うんはい、飾りたいなと思ってます。えーまあ、あの鯉のぼりも非常に、ね、カラフルでね、うん、綺麗ですんで、はい、まあ花と合わせてね。 えー、そういったのもお楽しみいただければと思いますね。それからあの北部運動公園でこれを行われるんですけれども、えー、運動公園というといろいろな出店もね、はいえー、やってらっしゃって、このあの芝桜祭りの期間中も出てるということで、これどれぐらいの数でどんなものが出るんですか。はい、あ、はい、数は十七店舗出ます。太田焼きそばをはじめとしてですね、あと花芝桜の苗だとか。はい 多数軽食用意しております。はい。まああのオー、はい、というとね、オ田焼きそばが、はい、ええー、みまあ有名ですけれども、そういったお店ですとかね、はい、いろいろなあのお店が出るということなんで。ええ五月よ四五六についてはですね、近、えー、隣のご当地アイドルはい。を、えー、呼んでステージが展開されます。はい、なるほどね。はい、えー。これ多分ご家族で楽しめるねイベントの内容になっていると思いますんで、えー、まああの。 お花見ますとね、ここのロウも和らぎますし、はいはい、えねゆとりも出てくると思うんでね、ぜひそういう時間を作ってですね、はい、お出かけいただければと思いますけれども、これあの北部運動公園で行われますけれども、えー、公園の入園料っていうのは無料、ね、はい入園は無料ですね、えー。ただし駐車場代がかかるということで、はいはい、ご案内いただけますか。はい、はい、駐車料金は乗用車一台500円をいただいております。はい。はい これ一台五百円ですからね。はい、そうです。はい。はい、たくさん乗ってきていただいて <laughs>、えー、くればいいと。うんね、皆さんで割ればいいということで,、ね、<laughs> ですね。い、えー、ね。ぜひ、ね、お車でお越しの際はそういったのを考慮しながらですね、たくさんの方で来ていただければと思いますね。最後には竹内さんメッセージもお願いします。<あ>はい。は四、いえー、月の八日から五月の六日まで二十九日間太田芝桜祭りが開催されます。えー たくさんのステージイベントもありますので、えー、ぜひご家族おとお友達と、えー、ぜひご来園ください。よろしくお願いします。えー、今回情報ナビです。パートワンということで大田の芝桜祭り竹内さんにご紹介をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。